これハットファイブは誰ですか。いや誰に決めようかわかんないよ。ありそうなキャラになる。ダンキーある。ダンキーいやダンキーやんなんか決まりなくて。お母ちゃん誰だろうな。あ小川エイジいるじゃん。いや、いるよ。エイドンがいる。いや、ヨーロッパない。割といいよ。小川 ED で雑踏っぽい。あのキャラ、トファイブに優しい。うわー、今のエグいな。あのキャラ、トファイブに優しいな。あー、やばれっから。すごいね、このダッシュバイピーでちょうど拾える。あ、そうだ。まあ、一番やばいのスクロールすぎちゃ拾えない。ダッシュをちょっと止めにすると拾える。なんかワンカーもな、球跳ね返すだけならいいけど、魔力時期でカウンター飛びは、まあ、未だに強いね。あれはありませんか。カウンターの時はだってさ、ダブルドに投げ向けちゃうんだ。やる気ないよ。ダブルドに投げ向けておかしいだろ。うまくないよ、そんなに。まあ、レジェンドたちはちょっとじゃあ入れて話を聞こうよ。アーティーも言えばいいじゃん。アーティーも過去の一時レジェンドだったっぽいからさ。一時そこはまあ小菓子もね。一時小菓子は現役レジェンドだからあまりにも強え。最近触ってる時間結構長くしたんすよ。触る時間ないかとりあえずやる。お味聞いたか。お味ちょっとは触れよ。お味さんロケットリーグしてる場合じゃなかったんじゃねえの。あなた俺が昨日ドミーさんにアンサーを教えてんの知らず多分貢献してるね世のために。参考にしてすげえ参考にして帰ってるよ。ドミーさんありがとう。いい話だね。ドミーさん救ってっか。確かに。あこれ銀盤をジャッシュコンテガード。はいっす。てか俺ってさギルティギア触ってないと思われてるんだね。触ってる。これさ触ってる。あ見てないんですよ。でも、これレイ、普通にアンサー23段までやったんだけど、このゲーム。バイケンも20段までやってるんですけど。嘘だろ。いや、本当だよ。20段バイケンなの。承認俺です。確かに、その承認心強いわ。うわここバックステもダメ。いやあれバックステップと前出しがいます。